何もないんかい何もないんかい、そんだけ話してた皆様こんにちは、劇団あずさ座長のあずさしげきです。花形のあずさ慶之介です。花形のあずさ流星です。若手あずさ右京です。部外者たしりきんさんです。はい、部外者は何を言っておられるんですか過激なファンみたいな3番実態で、あ、そうそうなんですね。この、はい、今回新しく作った劇団のグッズとなります。これ缶バッジ、はい、僕が2種類、そして、花形2人も2種類、そして右京くんが1種類、こういった7種類の缶バッジ、500円で販売いたしておりますので、よろしかったらお買い求めよろしくお願いします。いきなり宣伝だった今日は13日、初日が終わりました。初昇竜館の久しぶりの公演の初日が終わりましたけれども、どうですか、劇団としては、先月がお休みだったので、その前が広島の公演で、それから約1ヶ月とちょっとぶり、1ヶ月と半ぶりかな、劇団あずさとしての公演どうでしたか。じゃあとりあえず長男から席で演じするな。まあ、化粧の仕方とか忘れてちょっと難しかった感じがします。以上です。早いな早いな。化粧でもつくけいいよね。つくよ、化粧つくからいい。あの化粧をこう毎日すると大丈夫やけれども、どうしてもこう3日ぐらい開けるともう化粧がつかない、剥げたりとかするな、おしろいがね。そう、あれ声が小さい。あんま出ないですよ。なんでだよ。ちょっと風邪を。やめろ、映すぞ、マスクしろ。いや練りのやつ、なんかあの使うやつ、練り物使いよあれを使いよけん、相変わらずの天然ぶり使いよけんがまだつくけど、使わんかったら全然使わんすよ。あ、でもいいよね、若いからね。若い方もまだつくんだろうな。あ、じゃあ化粧がちょっとっていう感じで、はい、じゃあどうですか、流星くんは。声が出なかったです。だからあの途中ほんと声出なくて、あの止めるシーンが全く声出なくて、ちょっとかすれてたよね。そりゃね、かすれてるところの問題じゃないですそう、あのどうしてもその普段出す声とまた舞台出す声と違うから、どうしても舞台の時は声張るからね。今が普段ですもうちょっと張ろうそう、だからどうしてもこう長く芝居やってないとこうなかなか最後まで声を持たない。はい、あ、それは分かる、それも分かる、それも分かるな。何かありましたか。そうですね、やっぱり舞踊中踏ん張れなかったですね。あ、それも分かる。俺今日2回よろけた結構僕もよろけましたよろけるよね。ダメでしたね。耐えれなかったですね。こう回ってピタッとか止めれなかったんですよね。ちょっとそこは悔しいですね。そう、まあ、徐々にね慣れていくけれどもね、体もね、はい、そうなんですよね。大体こう またこう乗り込みの次の日とか初日って大体体がボロボロな時が多いよね。その大体こう初日の前の日にみんな移動して、で荷物とか自分たちでするんですけれども、その荷物が大体ね、衣装ケースなんか行くと30キロ以上あるよね。ね、でそれを、ね、トラックから運んで劇場まで持って行って、でそれをこう重ねていったりとかするんで、結構筋肉痛が多いよね初日はね。はい、うん、はい、で特に今回なんか10日の日に乗り込んできて、10日の日が雨 で雨と強い風で寒さで雨に打たれながら、ね、荷物運びだったから風邪ひいてこっちも右京君も風邪ひいて、はい、軟弱者が大丈夫かでもまあ舞台の上は笑顔で笑顔で出てた？出てます。今日出てた？笑顔です。あ、はい、舞台の上は笑顔で頑張っておりますので、ぜひ見ていただければと思います。です。で、明日のお芝居はヤクザの恋というお芝居です。で今日はちょっと泣きの芝居だったんですけれどもね、僕主役っていうよりかほぼほぼ流星くんとあの桜っていう女の人のほぼ主役かなって思うんだって思うめっちゃなんか他人の人いや、奥さんって言っていいのかどうかわからんか、奥さんと次男坊の主役と言ってもいいのかなっていうお芝居だったんですけど、明日は一応主役は流星よね。そうですね、一応主役は流星。でもなんかもう準主役っていうか、もうほぼほぼ主役はもうこっちやね、敵役の親分。あ、そうです、ね、そうどうしたそうね、もうほぼほぼここがこうメインかなっていうぐらいの、私そこの子分で明日は
はい、2枚目2枚目ですね2枚目はい色男色男色男なんで明日色男はいこの顔で色男明日この顔で言ってやろうかやめろ親分けど、そういった面白い剣劇のお芝居になっておりますんでよろしかったら見に来てくださいよろしくお願いいたします。明日も1時から3部構成でございます。よかったら見に来てください。また。Thank you.